マキルダ・オブ・フランダースは、ノルマン朝のイングランド王権ノルマンディー公ウィリアム・一世の王妃。父は、フランドル・ハク・ボード・アン・五世、母は、フランス・オーロベール・ニセイの娘アデル。父方を通じて、アルフレッド大王とエアルフ・スイスの娘エルフ・スリュスの血を引いていた。ウィリアム・一世と血縁関係にあったことから、ランスの教会会議で一旦婚姻の無効を宣告された。王は、 ローマ教皇ニコラウス2世に願い出て特面状を受け、拒否から4年後の1053年に、ウーで正式に結婚した。その償いとして、二人は、ノルマンディのカーンに、男女それぞれの修道院を寄進した。マティルダは、夫ウィリアム1世のイングランド信仰を称える、バイユーのタペストリーを発案した。1083年、夫に先立ち52歳で亡くなった。 フランスのカーンにある自身が寄チしたサントトリニテ修道院に葬られた。一方、ウィリアム一世は彼女の死から4年後の1087年に死去。マティルダと同じくカーンにある自身が寄チしたサントテティエンヌ修道院に葬られた。ウィリアム一世との間に4男7女が生まれた。ありがとうございます。